フライデーめっちゃ普通のことですっぱ抜かれとって、めっちゃ普通のことしか書かれてなかったっちゃけど、社長以外の顔にモザイクを入れたことによってただの反射やった。フライデーの写真ちょうどその時俺が多分誰かに電話しようときかなんかで手こうしとったっちゃね、手こうしとって俺の顔モザイクからとってただの反射やったただの半袖ここ入れずに電話顔モザイクのお前ただの反射が社長の横におるみたいな、めちゃくちゃおもろいマジでそう、俺の顔にモザイクがあったらめちゃくちゃ反射感すごいんだなと思った。なんかめちゃくちゃおもろかった社長の横で顔をモザイクかけられて思ってきて、じゃあなんか電話するときさ、じゃあなんか俺気をつけようと思っとっちゃう、肘の位置高いのなんか良くないよって昔セフレに言われたことあって、俺マジで気をつけようと思っとっちゃうけど、めちゃくちゃ無意識に肘の位置あそこにある。電話したとき肘あそこじゃないと、なんか肘マジでなちょ高い位置になってしまう、肘死ぬやめろ。チャンネル登録してね、チャンネル登録してね。おっとここで松本からお知らせだ。僕知ってるんですよ、あなたがチャンネル登録してないの。僕たちの管理画面データで出てるんですからね。半分はチャンネル登録してないんですよ。してくださいよ、チャンネル登録してくださいよ、お願いしますよ。なんでチャンネル登録しないの。そこのチャンネル登録ってボタンポチって押したら終わるじゃん。1秒で終わる。チャンネル登録だけポチって押してくれてから、もうそれでいい。本当に心からちょっとチャンネル登録してほしいです。今本気でいいわけ。チャンネル登録者数が増えれば増えるほどモチベーションが上がって面白い動画いっぱい作るけ、頑張りますよ僕。そんだけ、バイバイ。